皆さんこんにちは、ドラム講師の森田亮太です。本日は質問をいただきました。曲の練習のために譜面を買って練習をするのですが、難しいリズムに詰まってなかなか先に進めなかったり、アンプができずに譜面ばっかりで曲に乗れなかったりもします。何かこれらを改善するための譜面を読み進めるコツはないのでしょうか、ということなんですけど、譜面を読み進めるコツはあります。それは何かというと、難しいところは飛ばしてどん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 先に進むということです。まあ、ドラムを始めて間もない人とかは特に、まあ、楽譜を買って、まあ、その楽譜に沿ってね、曲を練習したりとかすると思うんですけど、楽譜に書かれてあることが完全に大正解だと思っちゃうと、それ通りに叩けないとそのまま間違ってるとかおかしいとか思っちゃったりとか、もうそれをそのまま頭の中に入れないといけないっていう風に思っちゃったりすると思うんですけど、全然そんなことはなくて、難しいフレーズに直面したら全然簡単にしていいと思うし、その自分のやりやすいフレーズに置き換えていいと思うんですよね。まあ、これよくある質問なんですけど、8ビートめっちゃ速い曲でなかなか右手がついていかないんですけど、これ半分にしてもいいんですかね、みたいな、これなかなかうまいこと弾けないんですけど、この半分にしてしてもいいんですかね、みたいな質問っていうのはあるんですけど、全然いいと思います。僕はその半分にしても、そのここで詰まってなんか先に進めないのであれば、半分にして最初から最後まで叩けれた方がいい練習になると思うんで、ね、なんかこうタカタカとかもそうなんですけど、みたいなこのフレーズとかも、なんかこのタカタカがうまくいかないんで半分にしてもいいですかね、みたいな、全然いいと思います、僕は。まあ、好きな曲を練習するのが、まあ、モチベーションを保つには、まあ、大事なことかなと思うので、難しいところとかを、まあ、簡単にしてみたりとか、得意なフレーズに置き換えていいと思いますね。で、ある程度できるようになった時に、まあ、改めてその苦手なところを練習し直したらいいと思います。また、しっかりと曲のニュアンスを取り入れるのには、楽譜、市販の楽譜っていうのはもう極力使わずに、耳コピすることが大切なのかなと思いますかね。曲を聞き込んで、フレーズもそうなんですけど、このハイハットの音量とか、バスドラのその音色とか、まあ、スネアの音とか、なんかそういうニュアンスっていうのをしっかりと聞き込んで、そのニュアンスをコピーするっていうことの方が大事だったりすると思うんで、だからまあ、基本耳コピして、どうしてもわからないなと思うフレーズがあったりとかしたら、まあその譜面をね、楽譜を見て、練習するっていう風な感じでやってみてもいいのかなと思いますかね。そう。まあ基本耳コピでできるようになったら、まあ最初の質問にあった譜面ばっかりで曲に乗れなかったりするっていうような悩みとかもなくなってくると思いますかね。譜面を見ながら、練習をした時に、まあ、難しいところに直面したら、もう、そこはもう飛ばして、端折って、どんどん先に進む。で、基本耳コピするっていうようなニュアンスで練習をしてみるといいのではないかと思います。はい。そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。